デジマート製品レビュー、今回はボスのリバーブ RV500 をご紹介します。こちらの RV500 なんですけども、12モードのリバーブを搭載しており、さらにですね、ディレイを個別で使えたり、それからこのタップ CTR というボタンでそのパラメータの一部をコントロールしたりと、かなり多彩な機能を持ったペダルです。まず音を聞いてもらいたいなと思いますので、早速サウンドチェックをしていきたいと思います。まずはですね、定番の、ルーム、ホール、プレートという、まあ、3機種それぞれの音を聞いてみましょう。まずはこのルームからいきましょうかね。すごく自然なルームリバーブです。ちょっとオーバードライブさせてみます。どうでしょうか。もうここですごく品質がもうすでに感じられると思うんですけども、ホール少し広がりのあるリバーブですね。こうオーバードライブを入れても変にこう余分なもたつき感が出ないというのも特徴だと思います。そしてプレートです。ちょっとこうギターの音に少しだけ厚みを出したい時なんかに使えるプレートリバーブ、こういった定番のサウンドはもうボスのお墨付きというかですね、 RV シリーズならではのものだと思います。続いてスプリングですね。スプリングリバーブ、これなんかはですね、結構面白くて、こういろいろタイムとかプリディレイ、いわゆるリバーブの定番の、まあ、あのパラメータの中にですね、このスプリングナンバー、今これ3、2、1とありますけども、いわゆるスプリングリバーブのスプリングの本数を変えられる、こういったこだわりもあります。ちょっと音を聞いてみましょう。まずスプリング1本。これを2本にしてみます。ちょっとこう広がりが出ました。3本。オーバードライブさせてみます。いかがでしょうか。すごく自然なスプリングリバーブ感、もう少しエフェクトレベルを上げると、とてもアンプライクなスプリングリバーブになると思います。定番のリバーブに続いては、まあ昨今こう注目が集まる新しいリバーブというか、ちょっと面白い効果のリバーブをご紹介しましょう。まずはこのシマーリバーブというリバーブですね。これは、リバーブ音のみにオクターブ上の要素が入ってきますが、この RV500 上だけじゃなくて下の要素も、オクターブ下の要素も加えることができます。まずエフェクトオフの音、シマをオンにします。このようにですね、リバーブ音にのみオクターブの上の要素が入ってきています。今このパラメータ、このピッチ1というところがそのシマーのオクターブなんですけども、これを例えば0にしたり、こうもっと上24という、いわゆる2オクターブ上までできるんですけども、さらに下げていくこともできるのが特徴で、加えてもう一つピッチが2つ決められるんですよね。このオクターブ上プラス、例えばこの2オクターブ下、この場合どうなるかちょっと聞いてみてください。ちょっとね、こうパイプオルガンのようなニュアンスが入ってきます。歪ませるとより分かりやすいかもしれません。
さらにこの RV500 はですね、リバーブと同時にディレイを使うことができます。リバーブのこのパラメータの一番下、ディレイのパラメータセクションに入りました。リバーブとの接続もシリーズパラレルが設定できたりとか、細かな、パラメータの調節ができます。ここでですね、ディレイのサウンドを決めてやることで、一緒に先ほどのシマーにこうディレイが加わります。いかがでしょうか。こうリバーブ単体だと表現できないこの奥行き感とか、こうリズム感を今度このディレイを加えることで作り出すことができました。この機能はこの RV500 ならではのものだと思います。では続いてサウンドチェックしていきましょう。この RV500 定番のリバーブに加えて、まだまだいろいろとね、面白いリバーブが入ってるんですけども、この SFX というリバーブも、とても面白い、リバーブです。 SFX の中にこういろいろな種類が入ってます。ローファイ、それからスローバーブ、ストームというサウンドがあります。まずローファイはですね、その名の通りローファイなリバーブ感。ちょっとラジオっぽいリバーブ感ですね。続いてこのスローバーブ、リバースリバーブのような感じですね。続いてストーム、嵐のようなリバーブでございます。こういったちょっと飛び道具っぽいリバーブも入っています。さあ続いてこの SRV というサウンドをご紹介しますけども、この SRV というのはですね、ローランドの、昔のリバーブなんですね。ラックタイプのリバーブで、かなり一世を風靡したリバーブです。このリバーブの特徴はデジタルリバーブなんですけども、ちょっとアナログライクというか、そういったキャラクターが持ち味で、この SRV というリバーブの中にもですね、セレクションでこういろいろなリバーブの種類が入っています。まあいろいろなというか、こうルームリバーブとホールリバーブとプレートリバーブ、この3種類があるんですけども、ちょっとそれぞれサウンドを聞いてみましょう。まずプレート、どうでしょう。先ほど聞いていただいたプレートリバーブよりもちょっと音がこうミドルに寄っているというか、あのハイファイすぎない印象があると思います。こういったプレートリバーブ使いやすいと思いますね。歪み倒せてもいいと思います。続いてホール、なんかね、懐かしい響きが感じられると思うんですけども、これはなかなか今出そうと思ってもデジタルだと出しにくいリバーブですよね。このルームリバーブ、余韻の部分にすごく特徴があると思います。この音はですね、 あえてデジタルでこの音を再現しようとするとなかなかできない、リバーブ効果だと思いますので、ちょっと懐かしい感じ、今ちょうどねリバイバル感もあるので 80s 感なんかを出すのにも非常に役立つんじゃないかなというふうに思います。続いて、ローランドの名機スペースエコー、テープエコーですね、そのサウンドも入っています。まずどういう音かちょっと聞いてみてください。非常にリズミカルで、エコーとディレイのちょうど合いの子のような感じなんですけども、このサウンドもきちっと再現されています。このインテンシティ、こちらがフィードバックで、これを上げるとすごくこうアナログライクに音がフィードバックしていってくれます。それからまあエコーボリューム、それからまあ面白いところで言うとこのテープヘッドのセレクトですね。
このようにオリジナルと同じようにこうヘッドを選んでどういう、エコーサウンドを作るかというのがここで決められます。まあ、これはアナログならではのものなので、もちろんこう単体のヘッドをセレクトすると1回で返ってきますけど、こう複合させるとこう先ほどのようにこうリズミカルな、エコーサウンドが得られるということですね。ここでこうデプスを上げていったりするとテープフラッターみたいなのが生まれて、さらにこう雰囲気が出ます。なんとなくフィードバック音がよれてきますね。まあ、さすがオリジナルローランドのスペースエコーを知り尽くした人が作ったプリセットだなという感じもしますけども、こういったかなりマニアックな音の作り込みもできてしまうというのがこの RV500 の魅力だと言えます。はい、では続いてこのフットスイッチ、どういうことができるのかというのをご説明したいと思います。まずですね、このタップ CTL というスイッチがあるんですけども、このスイッチの便利な使い方をご紹介します。このスイッチはですね、押してる間だけ、もしくは押したらこの中のですねプリセットの中に、設定した機能で音を変えることができます。まあ、どういうことかというと、まずこうエディットから入ってコントロールのところをクリックすると、一番上にですねこのタップ CTL に何をアサインしますかというのがこう決められるんですけども、例えばホールドとは何かというと、この最後の音をずっとこう伸ばしてくれるというか、繰り返してくれるホールド機能、それからワープ、ちょうどディレイのフィードバックをこうかなり高くしたような効果ですね。それからこの面白いツイスト、かなりこうトリッキーな効果なんですけども、で、今僕こう押してる間だけこう音が変わるようにしたんですけど、モメンタリーモードだったんですけども、これをトグルというモードにすると一回押せばその機能が持続します。というように、押してる間だけ効果が変わる、もしくはオンで効果が、まず例えばツイストの場合だったら上昇、オフにすると上昇が戻ってくるというような使い方もできてしまいます。さらにこのタップ CTL というスイッチにはですね、モードによってはこのライズタイム、フォールタイムというのが設定できます。これはどういうことかというと、エフェクトが変化しだすタイミングと、その変化した音から元に戻るまでの時間をここで決めることができます。例えば、とても早く両方とも帰ってくるように設定する、立ち上がりも早く戻ってくるのも早く設定した場合どうなるか、こういう感じですね。これを伸ばしてみるとどうなるか、例えば先ほどやったように50、まあ、変えればじゃあ10で変わずにやってみましょう。これでどうなるか、早く帰ってきました。このようにですね、やりたいエフェクトの効果によってここで設定してやることで、このツイストの効果が変えることもできるわけですね。このフットスイッチに関してもう一つ、機能をご紹介しましょう。この RV500 はですね、出荷時の状態だとこう音色 A、B というのが切り替えられて、このバンクをこのスイッチを同時に押すことで切り替えることができます。A と B を同時に押すとバンクが下がります。B と、タップボタンを両方押すとこうバンクが上がってきます。これによってバンク90の A、B、もしくはバンク91の A、B というふうに音色を切り替えることができるんですが、もう一つ違う使い方
をご紹介したいと思います。エディット画面からシステムに入っていきます。システムのこう中にですね、フットスイッチのモードというのがあります。今ノーマルになっていますが、これを ABC にするとこのフットスイッチがですね ABC というふうに音色の切り替えに使えると。で、さらに、モードを AB のサイマルというのにしてみましょう。どうなるかというと画面が変わりました。この状態だと A、B を両方同時に使うこともできるんですね。なので、先ほどのようにこの A にルームリバーブを入れておいて、 B にちょっとトリッキーなリバーブを入れておいて曲中にこう同時に使ってみたりとか、あるいは、ちょっとディレイのショートディレイの入ったリバーブにリードの時だけロングというかもっとディレイタイムの長いディレイリバーブを一緒にかけてみるとか、そういった使い方もできるようになっています。はい、というわけでデジマート製品レビュー、今回はボスの RV500 リバーブペダルをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。32bit96kHz という、まあ、高サンプリングレートを持ってます。ギターの生音がとにかくそのままリバーブ効果と加わって出てくるという、まあ、品質の高さはこの辺のねスタンダードなルームとかホールとかそういったリバーブ音で十分確認していただけたらと思います。で、このエフェクトの、ね、こう切り替えというかリバーブから違うリバーブに移るときに音がこう途切れずにちゃんと切り替わっていったりとか、先ほどもやったように両方同時に2つのプリセットを同時に使うこともできるというのも魅力ですし、あとやっぱりディレイを搭載しているというのはかなり強みになるかなというふうに思います。なぜならやっぱりリバーブプラスディレイってやっぱ基本のセッティングなんですけど、それが1台で賄えちゃう、で挙句2つのプリセットが同時に使えちゃうということで、今までにないかなりトリッキーな音の作り方も可能になってくるかと思います。で、定番のリバーブと、ちょっと飛び道具っぽいリバーブを混ぜて一緒に使ってみたりとかですね、まあ、表現の仕方がかなり広がるのと、加えてこうやっぱりボスが作ってるだけあってミディインアウトがきちっとしているというところもポイントになってくるかと思います。コントロールチェンジ、それからプログラムチェンジ両方受けられますので、入出力ですね、出すこともできますので、いろんな使い方ができると思います。もうライブハウスでやる皆さん、レコーディングで使う皆さん、もうスタジアムでやる皆さん、4遊分のラックぐらいの機能がこのサイズに収まっちゃってるんじゃないかなという感じでした。素晴らしいリバーブです。ぜひチェックしてみてください。